こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、坂に一言付け加えていつも大体10分ぐらいでお届けしていますので、サケッと聞いていただけたら嬉しいです。それではですね、今日も本日も始まりましたというところでなんですけども、昨日、おとといですね、DR の話をしたのをご存知ですかね。うちの実家でね、いつの間にか使われてたってね、初めから使えやみたいなね、そういう話をしたと思うんですけども、そのね、DR でね、驚きの行動を一つ聞いた話をね、思い出したんですよ。そうなんです、とってもね、ありえない、自分は絶対しない、自分はね絶対ありちょっとなんかねありえませんけどみたいな感じのね話をね思い出したのでね、ちょっとねそちらはね皆さんにシェアしたいなと思ってですけど、多分これ本人に言ったらねあれですね、怒られちゃうそうなんですよね、きっとね寝ぼけてたんでしょうねそうなんですよ、朝起きてコーヒーを飲むをね、コーヒーを飲むことが日課で、いつものようにティファールに水道の蛇口から水を入れて所定の位置に置いて電源オン、これが普通じゃないですか。でもその方の場合、朝起きてコーヒーを飲むためにティファールに水道の蛇口から水を入れて所定の位置に置いて火にかけます火にかけてしまったそうです。まさか火にかけるとはって話ですよね。所定の位置に置いたつもりでね、火にかけてしまったんだとか、少ししてすぐに違和感に気づいて速攻消火したとのね、話ですけどそうなんですよ、怖った話ですね。こんなことある？するって思うじゃないですか。無意識ですよね、きっと。多分ね。まあ、天然の可能性がだいぶあるんですけど、この方の場合ね。そうなんですよ。びっくりですよ。いやー、そういうこともね、あるんですよね。ほんとね、リスナーの方も気をつけてくださいね、怖いですからね。いや、昨日ね、昨日の話ですけど、ウエットスーツの洗い方をお話ししていたら、いつもウエットスーツを着るのに時間かかるのですが、ウエットの着方でコツかなんかあるでしょうかって話をいただきました。で、まあ、ティファールの話ではないですが、無意識に行っているってことで、せっかくね、楽に着れるのにできていないってあるのではないでしょうか。ウェットスーツを楽に着れて長持ちさせる着方のコツを後半はお届けいたします。ちょっとね、あんまり意識されてないかなっていう方が多いんでね、ちょっともったいないんで、意識してもらえると今までより、あ、楽に着れたかもでいて、ウェットも長持ちできるっていう風なコツをねお届けしていきたいと思います。それでは全国波情報、本日の振り返りからですけども、遥か東からのうねりは続いています。本州はね、高気圧に覆われ気味でした。日本海側は本日もうねりの反応は少なめ、太平洋側は昨日までのうねりが弱まり始めたので、広いエリアでアスペルサイズになってくれてますが、いましたね。風も高気圧に覆われ気味で穏やかなエリアが多かったかと思います。いやー、今日海行きたいっすねって感じでした。明日の波予想ですけども、明日も遥か東からのうねりは続きます。前線を伴った低気圧が南東から移動してきています。でね、高気圧は相変わらず、東の海上に出て気味、日本海側は明日も反応がね見られなそうですね。太平洋側は西からサイズがまた上がっていきそうです。それ以外のエリアは本日と同じくサイズが残り楽しめるんじゃないかなと思います。風はね、前線の低気圧の周りで強く吹きますけども、それ以外のエリアは比較的、穏やかエリアが多いかと思います。ということでね、明日の出戻りサーファーエンジョイレベルは星 3.5 ってことですかね。そうっすね、まあ4でもいいんですけど、まあ 3.5 って感じですね。4に近い 3.5、風が徐々に西からね強まっちゃいますからね。
波のサイズは本日をキープか西からアップしていきそうですっていう感じでね、もしかすると西エリアがねまたクローズ気味になっちゃうかもしれない。まあそこまでは上がんないかな。でも、ね、雨とかね風は強くなりそうなんでね、気をつけてください。それでは本日の一言ですけども、本日の一言はレッドスーツを着るのが面倒なんだよねってありますよね。縫い方は昨日話したので、今日は着方を解説したいと思います。まあ脱ぎ方、着方、まあまず着方を解説しろって話ですよね。まあまずそれの中で大前提としてですけども、あのウエットを完全に乾燥させているっていうのがやっぱり大前提ですよね。少しでも湿ってるとそれだけで引っかかってウエットが無理に伸びるので着づらく傷みやすいと念頭に入れておきましょう。そういうところね、これは前日の話ですけども、爪を切っておきたいところですね。いや本当ね、少しの気遣いでねウエットスーツってめちゃくちゃ、ね、長持ちするんで、やっていただけるといいかと思います。ウエットスーツが傷む時にはね、傷をつけるから、そこから傷が広がることがほとんどですね。やっぱね爪が伸びてるとね、つい引っかかってしまいますよね。そこで意識してなくてもね、ついで引っかかっちゃうとつまんじゃいますからね。本当だから痛むんですよ。それと面倒なんですけども、あの着るときね、着るときに位置を合わせるのに上と送るって動作をしますよね。その送るっていう動作は面倒だからと一気に行うのではなく、そう力強く行う、それと力強く引っ張って合わせる、こちらもね NG なのでね、合わせて注意していただければと思います。徐々に少しずつね送る意識もね、ウエットを長持ちさせるコツですね。はい、でもこの意識があるとね、その送る動作をあまりしなくてもね切れると思いますよ。切るときはまず関節を合わせるって意識ですね。そう、そして足首から膝、股関節、そして手首から肘の順に合わせます。なのでまずは足首ね、まずは足首を合わせるってところからなんですけど、一気にやっぱ履こうとしてませんか。やっぱそういう方多いですよね。まあその気持ちは分かりますけどね、その行為が逆に遅くなって、しかもウエットスーツにダメージを蓄積させてしまうんですよ。なので足首を起点にして、足首を合わせたら、あとは膝の手前近くを優しく持って膝まで送る、両足行ったら股関節まで同じくするってことですね。次は手首まで入れるじゃないですか。手首を入れたら、手首を決めたらね、手首まで入れて手首を決めたら優しく肘まで送るっていうイメージですね。ってことで送ることでスムーズに切れます。なのでね、実際にやってみていただきたいと思います。傷のほとんどはね、脱着の時と海の中でボードピンとね格闘した時がね主になりますね。もちろん紫外線もあります。なのでやっぱりあの日陰干しっていうのもね大事になりますけどね。なので自分はできるだけエアコンを活用してるわけですよ。着る時に指先で引っ張るってことをしないようにしたいところですね。それと引っ張る場所はできるだけ、ラバーではない場所、ジャージ部分の方がね痛みづらいですね。どうしてもラバーはね紫外線で痛みやすいので、あの劣化、やっぱね年数とともにね劣化していきます。でいつもラバーばっか引っ張ってると、そこからビリってねいくところあるんで気をつけてください。ジャージ部分の方がねやっぱ比較的伸びやすいのでね、以上のことを気をつけるとかなりウエットを長持ちさせることができると思いますので、やってみてくださいね。やっぱね、海でのねパートナーですからね、優しく扱ってあげたいところですね。というところでね、今日は着方の説明でした、解説でしたけどもね、いかがでしたでしょうか。はい、
というところでね、今日はね、ここら辺で終わりたいと思います。それじゃあ明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。